名護市の皆さん、こんにちは。沖縄県那覇市出身の元女子サッカー選手の高良涼子と言います。現在新型コロナウイルスの影響で、さまざまな活動ができなくなったりと大変な状況が続いていると思います。ですが今は、命を守る行動を心がけていきましょう。そして、今、自粛っていう期間の中で、何ができるのかっていうのを考え、それを行動に移すのも大事だと思います。そして、新型コロナウイルスが落ち着き、活動が、再開できるようになった時に、自分の夢や目標に向かって、たくさんチャレンジしていってほしいと思います。いつか、皆さんとサッカーしたり、スポーツしたりできるのを楽しみにしています。皆さんの健康を心より願っています。一緒に頑張っていきましょう。